物間からパンツということで、チャプター2ですね。A打編続きやっていきましょうか。セーライトウェイズ。教会に入ることはできないから、当然、なんか反応ある、ないね。あ、ちょっと待って、でもこっち普通に戻れるけど、やっぱ上にさ、あったよね。なんか行けるみたいな。なんかチュインって出てきたから、ここで、あ、行けるね。あー、ちょっと、あ、パンチ。え?あー、へぇ。いやー、無理か。え?みんな聞こえた?アシュリーの鳴き声が聞こえるよ。ブヒブヒ言うてる。すごいな。このタイミングでこんなずっと泣いてんだね。ちょっと助けてあげたらいいのに。てか、これに対して何も反応しないエイダもなかなか、やっぱりまあ、冷徹だな。あの、ヒロインの枠は私のものよっていう、なんかもうあの、やっぱヒロイン根性が見受けられると言いますかね。あ、でも、なんかすごい切りかかってね、こんなんだったっけ。で、自動セーブモードがかかってる時点で、なんかすげえ嫌なやつ。うわー、いっぱい来てる。お前ら仲いいね。よいしょ。おばあちゃん急にガッスルしないでください。ほい、回復。おい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 おほいー、よいしょとー。え、うわー、急、お前ら急に発狂すんなよ。ほい、よいしょとー。おい、おやすみなさいー。ほい、よいしょ。あ、ちょ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 、下手くそ。おいしょと、ファイヤー。これでおしまい。まだ来る。え、は、メガネ、誰のよ、誰のメガネ。まあ、あ、なんか、はい、メガネゲットしました。どういうこと?宝物?まだいるのかな?めっちゃ来てるわん。めっちゃ来てるわん。もうなんかもう隠れるのめんどくせえからさっさと行こう。これ目の前に立つからさ、あんまり、こいつら金の根が来たすぎてみたいな。よいしょ!どいやー!全員おれんねよ。おお、ごめんなさい、お許しくださいませ。よいしょ。首絞めんなよ、私そういうプレイ好きじゃないのよ。ノッポエッティシュって、ティーティーティー、オッケー。そして戻ろうとするとまだ来るんじゃないの。なんで集団行動してんのよ貴様ら。だからバーガー、あ、でもちょうどこれで10体。え、お、店が始まってる。はじめまして、どうも、エイダです。ウイスキーロックで。めっちゃいぶかしんでる。ストレンジャー、お互いにストレンジャーかよ。あら、私のこと?仕方ない。あ、しかここにセーブポイントあったのかい。じゃあここまで来ればよかった。しまったー、前回なんであそこで区切っちゃったのかな。ウェルカム。ナイスワーク。ナイスワーク。めっちゃアイテムある。あ、しかもこれ、あ、これは手に入れとくべきだと思ったけど、うわー、パンパン。あ、パンパン。よしよしよし。ケイ。そうそう、あー、あー。ちゃ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 。アイテム購入します。で、これは絶対買っといた方がいい。あー、でもそっか、金がそう。あー、しまったー、こいつー。あ、ちょっと待って。耐久値はアップしておいた方がいい。で、あ、そうだ、こいつとこれ、あ、メガネ売れるんかい。シンプルな日用品だった。 Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, no difference. こんなに武器いるかっていう話だよな。そっか、預けれるもんね。一旦じゃあ、あ、でもそっか、あれだな、ライフルの弾とかが残ってしまうんだもんな。まあいいや、とりあえずこれ売って、あ、そっかそっか、別に売らなくてもチャームって買えるの。
今これいいよ。What a luncher. Let's point here. あー、これも知っちゃ欲しいよね。期間限定購入するレーザーポイント。あー、なるほどね。まあでも今の玉でいいかな。わー、こういうのすごい楽しいよね。どうしようかな。どうしようかな。これはでも確かに。Try that on for size. トレード。ほう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 。あ、こいつはいるな。An interesting choice. あ、嘘、小さな感じって。In a good way, of course. 意外なチョイス、ごめんね。意外性ナンバーワンなんですよ。どっかなるとか。私ですね。カーボン。カーボンなんて割ったっけ？初めてかもしれないね。で、どうしようかな。あ、威力はもうアップできましん。威力アップできましん。威力アップできましん。そうだね。まあ今のところしかもブラックテールだもんな。俺ブラックテール好きだから。ブラックテールだもんな。よし。で、スペースがすごい空いたね。オッケーオッケー。コカ・コーラが2つになりました。はい。どうしよう。じゃあ、あ、でもいざ必要ってなった時のあれっていうか、まだ弾で結構十分ある。ハハハハハ。開いてんのか。しかも、急にあれだな。あ、違う、何年2発。あ、違う。クレメンテの訴え。死を思い返せば、イシドルが私を見逃すことからして変だったのです。私は黒いローブをまとった怪物に何かを打たれ傷を負いました。それからずっとおかしいものです。白日夢を見るようになりました。突然空が怪しい世界と変わって切り替わっていきます。そしてあいつがやってくるのです。何百の数によって死を教えてください。あれから逃れる術はあるのでしょうか。エイダも同じ目にあってんじゃないか。ね。オープン。ハンドガン。これも。キュキュ。おう。で、レッド。あ、でもちょっと待ってよ。これで、あ、中央広場。こっちは、あ、宝探しのさ、デルラゴちゃん。こっちの方にはなんか行かなさそうだね。地図がないもんね。はいはいはい、はい。これね、トレジャーという。これ農場だよね。中央広場。あれ村長の家行くんじゃないの？村長の家に行く雰囲気全然漂ってないけど、いいのか、それはそれで。え？サドラー。あ、知ってるんだ。カウ。お、カウ。ハンゲン。よいしょ。とか、で、今あれだね。行ってる最中だもんね。村長の家。あ、じゃあ、まずあれか。捕まってるところを見に行かなきゃいけないのか。いる？あ、オープンセサミン。ものすごい勢いで開いてったな。あれ？うおー。焦げてるー。マリオ、ルイージ焦げて。え？また出てくんの？あいつ。まさか、出てきた！ウィッシュー。後ろ回し蹴りー。ドンドンドンドドン。なんかあれみたい。え？嘘！また出てきたの。パリー。はいはい。ヒカキン。パリ死ねんのか。あれ。おお、普通に戦いやん。あれ。普通に戦うんすか。マジっすか。ちょっと。おお、目の前に現れた。この幻覚野郎。この幻覚野郎。お前、こっちは弾いっぱい余ってるー。消えた。これまたあれちゃん、分身の術とか言ってさ、あの、影分身の術っていっぱいいっぱい出てくる。あ、ちょっと、どれも本物だから。ほっ！あ、ちょ、ずるいの、ずるいの、そんなずるいの、ぴょんって、とりあえずマックス、あ、どっかにネットハブがあったら嬉しかったんだけど、そんなことはないざんす。あ、終わった。よし、メリー！うやっ！ご褒美よ。あ、おちんちいけた。抜いたかしら。抜いた。あ、倒れてないー。よい、危ない。よし。もうめんどくさい、分身の術みたいなの。これ、顔面狂気。あ、よいしょ。やったー、武器がいっぱいあるー。ほい。あ、終わった。終わってないー。これ、あれでしょ。どうせまた分身の術なりーってやつでしょ。いっぱい出てくるなり、バイナリータイム。わお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 。目の前に1体いると思うけど、やっぱり後ろにも1体いるよね。消えた。おお、嘘、やめて、よし、触らないで赤がつくから、あんたなんか嫌いよ。折れちゃったのだ。やばい。
すげえ、ぼやけんの痛いのーん。あ、後ろから来てんな。回復薬。じゃあ。この一杯のため、違う！そんなこと言ってる場合じゃないんです。おめえも本物かよ。あれ？ちょっと待って。あれ？え？見たい？違うよね。あの、おめめが赤いやつ。だい、あれ、ちょ、ちょ、後ろ行けない、後ろ行けない。あー。なんだ、ただ引っかかってただけか。おー、目の前に、お前、え、ちょっと待って。え、ずるくない？幻影すらも攻撃ができるとか？じゃあ一発プレゼント！オッケー、プチューン。あ、消えた、消えた、消えた。ちょ、幻影が、幻影がひどい。あ、違う違う違う、お前偽物。お前本物！よし、よし。よし。え？本物消えた！でもお前も幻影なんだよな。ちょっと待って、ちょ、コントローラーが効かなくなった、コントローラーが効かなくなった、コントローラーってか、マウスが動かねえ。ほっ、おい、あぶね、あ、かわした。あ、消えた、ちょっと、ちょっとね、どうしようかな。ちょっと待って、お前3発しか入んねえのかよ、マジか。知らなかった。ほい。いや。あ、ちょ、待って、ちょ。ちょっと待って、ショートカットに入ってね。よいしょ。ういー。あ、消えた。おめめが真っ赤なやつどこ行った？おめめ真っ赤ぴょん。おめめ真っ赤ぴょん！うりゃ。うっそやん、三発食らわして全くの、あの、まあ、倒れないことはまあ許されるでしょう。でも、ひるまないのはどうかと思います。終わった？よし、終わらないよね。ヒレが濃くなってきたよね。で、お前偽物だな。おめめ真っ赤なやつどこ行った？おめめ真っ赤ぴょん。おめめ真っ赤ぴょん来た！おめめ真っ赤ぴょん。ちょ、よいしょ、腕ちょうだい。よし、OK、食らってる。待て。ほい！よいしょ！おら、ありったきぶち込め。あ、いける。ほいしょー！こういうのはお嫌い？好きだろ？好きだろ？相棒、おーしょ、来た、危ねえ。そうか。苦しんでる間にこんなことが起こってたのね。あ。え？エイダ？お前、なんか、麻薬？ちょっとも、MDMA でも売ったか？そのまま逃げてくんか？しかも本物やったんか？ただの幻覚と戦ってんのかと思った。なんかあそこの上にはまってるさ、なクロスしてる釜でもぶつけりゃなんとかなるんじゃないの。What is wrong with me? 私、鉛筆より重いもの持てないのとか、そういう可愛い女でもないだろ、エイダも。ああ、つら。Okay. 村長の家だったわね。その。すごい、ゴロゴロ言うてて。ここにはしばらく。誰もいないはずだから、あれかな、また取り残されてるやつとかいたりするのかな。こういうところあれかな、普通に。おう、パンチ。よいしょ。はい、あん、いけないわ。よいしょ。ほい。よいしょ、ガチャン。あ、でも、普通に、あれだね。いろいろ、あっちはいけなくなってるね。よし、じゃあ、アイテム回収をしていけません。あ、なんかある。やった。なんか、違う。グリーンハーブが、ここに落ちてる。あった。そうなんだ。回復アイテム買って1個しかないから、辛いんだよ。つらつらピッピ、つらピッピ。向こう側に行ける？けど、行けないじゃん。どうしたらいい？オープンセサミー！スピンだよ。やった。すごいゴリゴリ。イヤホンつけてる。超怖い。でもこれ向こう側に行けないから、またあれなのかな？向こうに行った時に戻って、どうやって向こうに行くんだろう？酸素。戻りたいけど戻れない。大好きだけど大嫌い。大嫌い。大好き。これは押せない。押す必要もないもんね。よいしょ。いいね。I think I'll pass. チンジャオロース。で、こっち戻っていって、もうじゃあ戻るじゃん、登っていって、まあ、後でこっち行こう。
ういっしょ。パキン。飛び出すあれだから飛び出すメガネで。うん。うん。ごめんね。いろいろ付き合わせて。楽しいだろう。いやしかしまあ本来はこうやって逃げ回り、いろいろとこう駆け巡りながらやっていくのが正しいのかと思われるが、ふっ、あ、卵産んでくれませんか。え、こんな崩れてんの。夜また来るよね。夜また来るのにどうやって、あんな一瞬で直したってこと。そんなすごいことある。ふっ、え、中身は出ます。あ、なんかとっつい宝物がある。ごまだれー。よしよしよし、金だ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 、よこせよこせよこせ。オープン。あっちのどうやって、ぐるっと待って、すげえ塞がれてんな。だからこれあれなんだろうな、またレオンがここに戻ってくるタイミングですごい頑張って村の人たちが掃除したんだろうね。あ、出てこない。ちょっとあのドキドキしないか覚悟しなきゃ。あ、やった、買っといてよかった、クモン式。なんだ金の腕は。これスピネル1個分以上の価値があんの。 2個分か。よいしょ。ニワトリちゃんごめんね、びっくりしたでしょ。うるせえ音出しやがって。俺もそう思う。よし、こっち進んでいって、あ、ぐるっと回らなきゃいけないね。あ、やった、やった、卵。あ、でも今マックスだから、ここな。はい、ありがとう。シュイーンって言ってるけど今は必要ない。これなんか調べられる？ああ、人がいかない。思い出したくなかった。これあれか、焼却炉のこと言ってんのかな？あの、アネットに燃やされかけた時の。で、合ってる。ああ、さすがに下はいけない。じゃあ行きますか。あと、あ、あ、しまった。トレジャーまだ。あ、こっち。確認しといてよかったね。で、こっちかな。こんなあったんだ。ストレージャー。はい。あ、ああ、あったんだ。しまった。あ、これでフラミンゴできんじゃね？あ、てか、もともと、あれだ、レッドでできた。え、デュオボーネス。あと、ハメハメできそうな宝石もあったっけ。あ、ない、ね。オッケー。あと、なんか調べられるの？まあ、別にいいか。よし、じゃあ、村長の家行っちゃう。多分村長の家まで行ったらクリアになるんじゃねと思うけど、すごい音楽が不気味なんだよね。チャプター1がさ、すごいなんかクライマックスみたいな音楽がずっと流れてたのに比べてさ、やっぱ村不気味だよね。夜パート、昼パートみたいな。オープン。あ、でもなんかそろそろあいつとか出てきそうだよね。ギュインギュインやろう。いる？いいな、いいね。なんかこういう小屋とかにさ、配置されてなかったはずなのに、二人とかって、なんか、なきにしもあらずじゃん。よし、こいつと。オッケー。ちょっと待って、汚ねえな。切れた。あ、じゃあ、ちょっと待って。で、宝物だね。よし。渓谷の方とかも行けるってことなのかな、これ。村。開けれない。うそん？開けれない。おお、おお、追っ始まってんじゃん。じゃあ、初めからそれ使え。うわっ。ああ、そういうことね。ああ、お目目が、おしちが。ギフト。ギフト。ギフトってもの。でーん。あ、帽子を吹っ飛ばした。ありがとう。痛そう。これ助けたことによって、さあどうなる。さあ、どうなる。でもこれ追いかけられるんだろうな。これ村長から逃げるパートとか出てくるのかな。てか普通にボス倒したから、もうこれってチャプター終わりなんじゃねえか。まさかこんなところで、レオン。あれでもこれってもうすでにルイス助けた後だよね。時系列的に出てきた。どこ行った。やばい、バレる。バレるバレる。これもしかして村長を追跡せよとか。
違うよね。終わりだよね。終わらない。まさか。え、続く。どっち？おしまい。あ、おしまいだね。あ、よかったよかったよかった。まあ、よくはないけどな。もっと楽しみたかったですけどね。はい。ということで、まあ今のところまだね、あ、すごい。意図せぬ再開。あ、チャプター2クリアね。で、フックショットメレを使う鉄のブーツ。あ、メレで10体倒した。緊急、あ、ナイフで10体倒しました。おー。やったやった。はい。ということでね、今回もね、動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。このペースでチャプター2だったら、どこまで行くんですかね。じゃあ、タイプライターで、ペース、今のところ預けた方、あ、ショットガンぶっちゃけいるかっていう。まあまあ、でもまだスペースあるからな。なくなった時に何か考える。クラフトできることは、ほう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 。あ、そっか、で、素材ですか。あ、こっちいっぱいあるね。うん。まあまあ、ごちゃごちゃ言ってないと、はい。区切りがいいところで、一旦終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、チャプター3、明日からまた張り切ってやっていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、明日もお楽しみください。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。